皆さんこんにちは、沙織です。今日は太陽礼拝を行います。この太陽礼拝はこれさえすれば他のヨガポーズしなくてもいいと言われているぐらい、いろんな動きが組み込まれています。初心者の方からもう何年もヨガをされている方まで、おすすめのポーズになります。初めての方は難しいと感じる箇所もあるかもしれないです。で、私も最初全然できなくてとても苦手でした。で、今でもちょっと苦手なところがあるんですが、今日は優しく丁寧に行っていきます。ぜひ一緒にやってみましょう。では太陽礼拝を続けて3回行っていきます。1回目は一番優しい形、そして2番目、3番目と少しずつレベルをアップさせて行います。難しい方は1回目の優しい形を3回同じことねやってください。できる方はね、どんどんレベルアップして一緒にやっていきましょう。ではマットの右端に立って準備をしていきます。タダーサナ山のポーズ行います。で、足の幅は拳1個分ぐらいにしていきましょう。で、お膝と足先はパラレル平行になるようにしていきます。で、骨盤しっかりと垂直に立てていきましょう。頭のてっぺん天井へと引き上げて長い背筋を意識します。では一度両肩ぐーっと持ち上げて吐いてスタッ、リラックスです。肩はいつでもリラックスしておきます。両手を胸の真ん中で合わせて呼吸を整えます。では一息、息を吐いて両手を体側に下ろします。手のひらを外に向けて息を吸って両手万歳、頭上で合わせます。で、もし肩きつい方いたら斜め前でも OK です。で、指先長く天井へと引き上げ、吐く息両手回し下げながら股関節からお体を2つに折りたたみます。で、お膝曲げていただいて結構ですので、深くお辞儀をしていきましょう。息を吸って今度お膝を伸ばし、両手をももまたはすねのところに当てて背骨を前に引き出します。足の裏側伸びを感じていきましょう。では吐く息で一つ前の段階です。お膝を曲げて手のひらベタッと床です。右の足、左の足、後ろに引いて腕立て伏せの形をとっていきます。板のポーズです。ではゆっくりと優しくお膝をその場所についてください。今幅広の四つ這いの状態です。ではここで背骨を斜め上に引き上げます。まっすぐの、ね、背骨意識して、吐く息で脇をキュッと締めたら肘を真後ろに折りたたみましょう。ゆっくりゆっくりスローモーションの動きでうつ伏せです。お腹、太もも、足の甲もね全部つけていきましょう。両手胸の横にセット、指先が肩のラインに来るようにしていきます。脇をここでもキューッと締めていきましょう。吸う息でゆっくりと目線を上げていきます。頭、首、胸で、ここで皆さん手を離せますか？で、この角度たくさん上げなくていいです。ご自分の背筋使えるところでねキープしていきます。ベイビーコブラのポーズです。では吐く息でゆっくりと上体を下ろします。足の指を立てます。手のひらでぐっと床を押して四つ這いです。ここからドッグポーズに入ります。足の指ね、しっかりとキュッと床を押してお膝を浮かせます。そこから座骨を斜め後方にぐーっとね持ち上げていきましょ
で、ここで少しね、足踏みをして、でアキレス腱ね、じわじわーと伸びを感じていきます。では動きを止めて、座骨が一番高くなる手と足の距離感作ります。でかかとがつく方はかかとゆっくりと床へと下ろしていきます。肩と首はリラックスして、吸う息、目線両手に移し、足を手まで運びます。そう、たくさん歩いても大股一歩二歩でもいいです。手をももか、すねに当てて、お体半分起こします。胸もね、一つ前に広げて、吐いて、前屈、お膝曲げて、深く、お体二つに折りたたみます。では、吸う息、両手を横から万歳、頭の上まで引き上げ合掌です。吐いて、両手を、胸の中心へと戻して、呼吸を整えます。では2回目行います。一息息を吐いて、両手を体側に下ろし、手のひら外に向けたら、吸って万歳。で周りの空気持ち上げるようにふわっと上に持ち上げます。指先ぐーっと伸ばして、吐く息、両手を回し下げて、股関節から前屈、お膝曲げていただいていいです。では吸う息、お膝伸ばします。ここで指先ね、ちょっと床につく方、指先ちょっとね床につきます。難しい方はね、すねや太ももでいいです。胸を前に広げて、足の指の方にも体重しっかりとね乗せてください。では吐く息で深く前屈。では左の足、右の足、後ろに引いて腕立て伏せの形。きつい方はね、お膝ついてください。脇をキュッと締めて、このままゆっくりスローモーションの動きでうつ伏せになります。おでこをつけ、両手胸の横にセット。で足の幅、腰幅です。脇キュッと締めて、息を吸って目線上げて、ベイビーコブラか、もう少し持ち上がれそうな方はさらにブージャンガーで、恥骨がね浮かないところまでね持ち上げていきましょう。背骨の伸びを感じます。吐く息でゆっくりと背骨コントロールダウン、床まで下ろします。足の指を立てて、手のひらで床を押し、四つ這いの形からドッグポーズです。吸って、吐く息、お腹引き込みながら、お尻ぐーっと斜め後方に持ち上げて、呼吸を繰り返します。で皆さんどうですか、肩ね、こうね力入って、耳と肩近づきやすいので、肩をね肩甲骨ぎゅーっとウエストの方に引き下げ、お首はリラックスして、で足もねかかとつかなくても大丈夫ですので、座骨のね位置だけ高くなる正三角形意識をしていきます。では吸う息、目線両手に足を運びます。お体半分起こすところまで一気に行って、吐いて深く前屈、吸って起き上がります。手を横から万歳、頭の上で合掌、吐いて両手を回し下げ、胸の中心で呼吸を整えます。で
では3回目最後を行います。一息息を吐いて、両手を体側に下ろし、吸ってバンザーイ、指先遠くの軌道を通って大きく回し上げて、吐いて前屈、スワンダイブ、思い切って飛び込みするような、そんなイメージです。では吸って、お体ね半分起こしていきましょう。で、怖いですがね、足の指の方にもしっかりとね体重を乗せて、の足の裏の筋肉感じていきます。吐いて深く前屈、ウッダーナアーサナ。では足を後ろに引いて、腕立て伏せの形をとっていきましょう。きつい方はね膝ついてください。ここから脇を締め、肘を後ろにゆっくりうつ伏せから、手のひら足の甲だけでお体ぐっと起こし、アップワードドッグです。で、今ねお体浮いてる状態、きつい方はねブージャンガサナに戻してくださいね。そう、背骨をさらに上にぐっと引き上げます。では吐く息で足の指をね返すようにして、6ポーズ。ここで呼吸を繰り返します。で、手の指も足の指もしっかりとマットを捉えて、でお腹は一つ引き込んで、下半身にも意識を向けていきます。あともう一呼吸します。吸い気、目線両手に移し、足を手まで運んで、で、お体半分起こします。吐いて深く前屈。では吸って両手万歳、頭上で合わせます。気持ちよく上に伸びて、吐いて長い背骨キープしたまま、両手を胸の中心へと戻して、ナマステ、呼吸を整えます。太陽礼拝の後のご自身のお体の様子、呼吸の様子感じていきます。皆さん気持ちよく動けましたか？ご自身の呼吸のリズムで体を動かすと、とてもすっきりとしていきます。私の数拍とね合わなくても大丈夫ですので、ご自分の呼吸を感じながら動いてみてください。もし頭がねクラッとされた方は、よりゆっくりとね動いていくと、だんだん気持ちよくできるようになりますので、ゆっくりと動いてください。この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。では次の動画でお待ちしております。